過去 AWA の世界チャンピオンになったジャンボ鶴田、そして現 NWA の世界チャンピオンのリック・フレア、これはもう同格ですよね、パパさん。そうですね、はい、技術的にはね、そうですね、本当に、はい、体力はジャンボの方がいい、はい、その優れていますしね、スピードもありますしね、はい、ですからそういう点では本当にもう互角なんですがね。そうですね、まあ、前回おととしの4月の対戦でも 80% 攻めて圧倒したのはこのジャンボ鶴田でありました。そういった意味では機は熟したとこう申し上げていいでしょう。あ、リック・フレアがクリーンな別れ方をしました。ちょっとこの辺は馬場さん、なんとなく不気味ですね。そうですね、今回の第一見てましたね、はい、フレアも少し変わりましたよね。堂々と試合をするようになりましたよね、いわゆる王者の防衛ということも今シリーズ見せております、このリック・フレア。さあ手四つの体勢、この辺ではジャンボが勝ちそうだ。おっと、しかしトーキックで、あ、体を入れ替えた。そして逆水平、お、ジャンボも返していく。ジャンボも返していきましたね。あの辺のコーナーワーク、フレアもさすがですがね。さあここら辺からヒートアップしてまいりますが、また追い込んだぞ。まあ、こういうね、はい、そこからね、興奮 してもいいんですけどもね、はい、本当にもうカーッとなったらやっぱり負けますよね。なるほど、前回の対戦でジャイアント馬場さんがこの指摘なさったのは、エキサイト、気負いすぎると勝負が甘くなるという指摘でした。おっと、ジャンボラリアット、ここでもうバックジャンボラリアット、手四つを抑え込んだ。カウント 2、 先制攻撃いかがでしょう、ジャイアント馬場さん。いや、いいですね、はい、さあ今度は場外戦です。積極的にチャレンジャーらしく攻めていくジャンボ鶴田、今夜1回目の場外戦ですが、おっと、もういつの間にかリック・フレアが場外戦でもペースを取りまして、そして先にリングの中に上がりますリック・フレア。そして今ジャンボもゆっくりエプロンサイドに立ちました。 NWA のベルトを奪取すればニューリーダーの戦いの中でもぐっと有利に進めることができます、このジャンボ鶴田。この辺のうまみ、ちょっと馬場さん解説してください。いや、もうね、うまみはもう解説するほどあれじゃないですよ、もう全くうまいんですよ上がれませんね、鶴田が。